F リーグ2019-2020 ディビジョン1第23節11月2日に行われたアウェーゲーム、馬佐治大分は F リーグ選抜と対戦。まずは前半、大分はチャンスを作るも相手キーパーの好セーブによりゴールを割ることができません。試合が動いたのは後半3分、キーパー岩永のロングスローからレイチ、相手を抑えながら右足を振り抜く9番レイチの豪快なシュートで大分は待望の先制点。後半10分、再びキーパーから前線へ、田村から再びレイチが押し込む。大分はここでリードを広げます。 F リーグ選抜はパワープレー、必死に守る大分。そして試合終了直前、19番森光がブザービートを決め3対0で試合終了。馬佐治大分第3クール最初のゲームを完封勝利。第23節終了時の順位はご覧の通りです。大分は2位、首位名古屋を勝ち点5点差で追っています。ここで F リーグからのお知らせ、 F リーグ2019-2020 最後の2試合はセントラル開催となります。詳しくは F リーグ公式サイトをご覧ください。さてここからは伊藤監督にこれからの第3クールの戦いへの意気込みを聞いてみました。まあ多分65っていう目標までは多分あと勝ち点9かな、それはもう十分可能だと思うんですよ。で自分たちが有利なポジションに立ってるっていうのは理解してるけども、やっぱり油断せずにまた一個一個しっかり戦っていかなければいけないっていうことと、もう一つはやっぱ最後まで1位の可能性がある限りはやっぱりそこをしっかりと頭の中には入れながら、まあ、整理して戦っていきたいと思ってます。やっぱりそのクラブに名前を残していくっていうのは、まあ、一つすごく大事なことじゃないかなっていうのを思いますし、まあ、今やってる選手たちもやっぱり彼らその練習の態度とか努力してる姿勢とか素晴らしいんで、まあ、そういう意味では彼らはクラブの歴史に名前を残すのにふさわしいのかな。最後に馬佐治大分、今シーズンはプレーオフへ行けますか？11月の24の仙台戦で僕たちのことを後押ししてくれれば、多分その試合が僕たちのプレーオフを決定づける試合になると思う。ファンの皆さんの力があれば必ずいけると思います。次回ホームゲームは11月24日日曜日、別府ビーコンプラザで午後1時キックオフ。応援よろしくお願いします。